えっと聞こえるでしょうか大丈夫でしょうかこんにちは東京大学大学院学際情報学部博士課程3年の赤井美希と申します初めまして今日はですね音楽家医学教育をご存知ですか演奏に興味ある方へと題して一緒に授業をやっていきたいと思いますでいきなりなんですけれども学校以外で音楽を学んだことがある方挙手をお願いしますほっ 今だいたい、あの、私の目の前二十名ぐらいいらっしゃいますが、そのうちの虹色。八、意外と少ないですか。<laughs> あ、こっちいた。<laughs> あ、そうですね。<laughs> い <laughs> はい。じゃ、その中でピアノとエレクトン以外の楽器を学んだことある方いらっしゃいますか。<laughs> 楽器の名前を聞いてもいいですか。あ、サックス。はい。ありがとうございます。ウクレレ。ウクレレ。あ、素敵。<laughs> えっと、もう一人。 チェロありがとうございます。他にいらっしゃいますか。はい。あバイオリン,あ,オリンありがとうございます。私もフルートあの演奏を行ってきた経験があります。で今日はあの音楽を直接演奏したことがない方もちょっと興味がある方も一緒におあの音楽家医学教育はどういうものかっていうのを見ていきたいと思います。この授業の目的ですが、音楽に興味がある皆さんが 音楽か医学教育がどのような教育だ教育かどのような教育であるのか考え方を知るです。で、授業の達成目標ですが二つあります。まず一つ目ですが、音楽医学はどのような教育なのかを端的に説明できる。二つ目は、音楽医学が誰にとって有用なのかを端的に説明ができる。そして十分間の後の皆さんの姿、それはエバンジェリストです。 音楽家医学教育ってこういう世界があるんだよっていうのをぜひ前の人に教えてあげてくださいでは実際にちょっと一緒にワークをやっていきたいと思いますあなたはピアニストですあなたはピアニストです舞台袖で自分の演奏の順番を待っていますここら辺にいるでしょうかあー緊張してきた私も結構今緊張してます自分の手が冷たくて震えてきたのを感じてます こんな時あなあたはどのように対応しますか1呼吸を整えることに意識を集中させ出番を待つ2すぐに家に帰ってお風呂に入る3代役を立てるため主催者を探すさあ1だと思う人ありがとうございます2だと思う人3の人あ誰もいないんですねそうですね。 今回の,あのこのシーンでは一番1が最も適切なのではないかと思います。でこれってどういうことかっていいますといわゆる舞台に対して恐怖心っていうのは誰もしても持っていますが演奏家の場合はその舞台の頻度が結構高くなってきますね。でこの恐怖心を毎回毎回持っていくとその自分のパフォーマンスに影響がありますのでそこをなんとか改善したいとそ。そこで例えば一つのメソッド「自立訓練法」というのがあります。 これは例えばまずはじめに軽く目を閉じます目の前に太陽が差し込む青いビーチが広がっているのを想像してください鼻でゆっくり呼吸をしていきますそして次の一から七の言葉を心の中でゆっくり唱えていきます一、気持ちが落ち着いている気持ちが落ち着いている に右手右腕が重く感じられる。といった感じです。さあ、心と体の反応を認知自覚する方法として、今自立訓練法ってどういうものかっていうのを少しだけご紹介しましたが、それ以外にもフェルデン、クライス、メソッド、アレキサンダー、テクニックなどのメソッドがあります。音楽家のパフォーマンスをより、あの廃棄させるために心に集中をしていきます。 次にそれ以外にも体についても考えていかなければいけません。簡単なまたワークです。生徒が言いました。先生、ピアノを弾いているとき右手が痛いです。こんなときピアノの先生としてあなたはどのように対処しますかそう、例えばどのフレーズで痛みが起こるのかですとか、 その時指はどのような動きをしているのか運指や手ののの形状っってててどうなのかっていうなかいいを確認していきますそしてそ,それを少しでも改善するようなアドバイスをしていくんですけれどもそれでも毎回あの痛みが発生したりとかあのピアノ以外のシーンでも起こってるよみたいなあの発話が聞かれた場合には、まあ、もうこれ以上やることがないので病院をおすすめします。 でこのように音楽家医学教育っていうのは心の状態と体の機能2つの側面をから、えー、音楽家がより演奏をよりパフォーマンスをより発揮できるためにするために、ね、こうサポートしてあげる科目勉強ですねそれが音楽家医学教育になります。英語ですと「ミュージシャン・メディシン」って呼ばれています。 ちなみにドイツ語圏ですと、ムジカミリツインとか、ゲズンタハイトとかいう用意に気になります。さあ、では復習ですね。音楽家医学教育とは何か、それは演奏に起因する疾病を予防するための教育です。誰にとって有用なのか、それはすべての人にとって有用です。すべての人っていうのは。 プロだとかアマチュアだとか関係ありません。また年齢も一切か一切関係ありません。高齢者の方も対象になりますし、えー、小学校中学校でブラスバンドをやっている人、または幼稚園でピアノを習い始めた人たちもすべてが対象となってきます。さあ、そろそろ十分が経過するところです。あれ、すごいまもっと経過してるのかな。エバンジェリストになりそうでしょうか。うん、すごい微妙な顔してる。<laughs> 申し訳ないですね。そうです。無理もないですね。でもね、安心してください。今今日ご紹介したの第1回目ですね。主にテーマは音楽科医学教育とはということをあのご紹介しましたが、大きく分けて3部構成で全部で15回の授業を想定しています。次に学ぶのは体の機能のことです。骨幹筋の機能と形態、演奏家特有の怪我についても学んでいきます。そしてここの、オプス。 あ、ごめんなさい。で、ここ心のところに関しては、あの音楽家が陥りやすい心理と、その環境障害を回避するための方法、実際に演奏をしているシーンをビデオを撮って、それを客観的にアセスメントしていく、その方法についても学んでいきたいと思います。そして、最後に日本と世界の音楽大学の教育の現状です。全ての音楽大学がこの音楽家医学教育を学べるわけではないです。 私はこれまで日本とドイツ語圏の音楽大学のカリキュラムの比較の研究をやってきましたけれども残念ながら日本はまだまだごく一部の限られたあのコースでしか学ぶことができませんその現状を知りな,知りながらどんなどうすればこの教育を普及させることができるのかそんなことを一緒に考えていきたいなと思っていますさらに詳しいことを知りたい場合は私のサイトに訪れてくださいちょっとオーバーしてしまいましたがどうもありがとうございました